ンパスちゃん。これどこまで行っちゃいます、尺的に。行けるところまで行っちゃいます。行けるところまで、わかりました。まあ一応じゃあもう哲也さんが行ったらもうそこまで行っちゃう感じで。行っちゃうもんね。はい。まあでもやっぱ大サビまで行きたいもんね。あ、行きたい。大サビまで行ったらやっぱ結構行かないと成立しないもんね。確かに。確かに。はい、じゃ あんまもうなんかそのふわりとかあんま気にしないで歌っちゃっていい。え？気持ちで。なんかこう、なんていうか、あんまりこう、なんかそういう気持ちになってて、今やらせていただいて、うん、今やって、うん、今やって、なんかこう、ご本人とですよ、いいよ、いつも私に、ふわり違う、本番守んないからね。あ、そうそう、そういうパターンです。やっぱり気持ちじゃないですか。で、YouTube のね、撮影させていただいたんですけど、この場、このライブのこの空気感を、このね、動画を通してお伝えできる方が絶対いいなと、今感じました。はい、はい、お願いします。では、いいですよ。お願いします。いいっすか、じゃあ僕きっかけで、はい、え、一緒に歌うけど違うあれなんか今キーが変わりましたけど大丈夫です、見てみますよ、僕はどこまでも、はい、はい、とてもです、先輩よろしくお願いします、はい、ちょっとじゃあ、ご本人のバンスまで、なんと豪華な、形で映画幸せかもの、エンディング、はい、テーマソング、はい、雪やね、何もなかったように朝が訪れて光浴びている真っ白な雪柳、少し季節外れの雪のようにこの街の
み込んでしまうそのたびにあなたが育てたこの花が疾走関係で、まあ、まあ、光ったようにではそれでやってみますか。それでやってみますか。それオフショットで。健康診断受けようかな。
大事、健康第一ですよね。10月31日までは、ね、あれね。あ、そうなんですか。そうそうそう、期限があるのは毎年来るからね。なるほど、健康診断を受けてください。国宝の健康。あ、なるほど。ちょっと大事ですよ、あなた。ダイエット企画ばかり YouTube でやってる場合じゃないですから。あれね、ほんと大丈夫なんか。けどあれですよ、2ヶ月で 7.5 キロ痩せたんですよ、2ヶ月で。痩せすぎだ。はい、痩せすぎ。いや、それいいんですよ、哲也さん。その話はいいんですけど、哲也さんのライブのお知らせぜひ、はい、お願いします。10月25日ですけど、ね、はい、今月ですね。はい、盛岡チェンジウェーブで、はい、松本哲也ライブ2020再開ですね。再開、再開ですね。サブタイトルがあって、はい、スペシャルデジタルリリース、今ここに点々点が出てる。アンドゥートは、まあみたいなね。みたいなやつが3月以来ですね、はい、初めてのお客さんを入れてワンマンライブをやる。あと、まあ、ちょっと配信も同時に、はい、配信を後日ですけどもね。なるほど。をしながら、はい、あと、まあ、そのデジタルリリースということで配信を23日にリリースになっている。これはニューリリース。ニューリリースですね。あ、おめでとうございます。ちょっと12月に CD の方を、でもそれに先立って、あ、なるほど、先行で、やってた、はい、その辺の曲もライブでやりつつ、お楽しみ。はい、盛りだくさんということですね。盛りだくさん。もう本当にね、ずっと待ってらっしゃったファンの方々、はい、たくさんおられると思うんで、ぜひこの機会に、まあ、チケットをね、どうしてもこのコロナ禍ということで枚数は限定ということだと思うんですけども、はい、ね、オンラインの方のチケットもあるということなんで、はい、はい、もうね、まあ、ライブは見に行くのはちょっとねっていう方はね、ぜひオンラインで、はい、ということで、はい、ぜひチェックしていただければと思います。はい、では改めて本日のスペシャルゲスト、はい、松本哲也さんでした。ありがとうございます。40過ぎたら健康診断しなきゃダメだよ。健康第一。たまらないです。ただ、いつも CD 前が行きたくなるんですね。